はい、どうも、ウズです。今回は EOS RP のお話、2週間ほど使って、大阪にもちょっと持って行って、旅行カメラとしてどうなのかなっていうところを話せると思ったので、そのまとめた話をやりたいと思います。で、今回大阪出張に関しては EOS RP と EOS R の2台だけ一眼カメラは持って行って、まあ、基本スナップ撮影ですね、撮ってきましたので、そこでの感想なんですが、まあ、最初のポイント、一番わかりやすいポイントは大きさですよね。大きさに関しては、やはり小型っていうのは便利。まあ、これは別に EOS RP じゃなくてもいいっていう話なんですけれども、ここしばらく私自身は GH5、パナソニックの GH5 と、あとは EOS R をバッグに入れて外に行くことが多かったです。まあ、例えば、今私 L 型プレートをつけていて、それでレンズもちょっと大きいレンズつけてしまってますから、余計ごつくなってしまうんですが、まあ、それでもプレート外してレンズを 35mm に付け替えて使ったとしても、RP の小型さっていうのはよくわかるようなサイズ感になってます。ただ、それだと自分だけの主観だったんですが、大阪行った時もそうですし、ヨドバシカメラさん寄った時も、RP を見ていただいたんですよ。今まで触ったことがないっていう方に。そしたらほとんどの方が、このサイズ感は非常にコンパクトで魅力を感じるっていう回答が、ほぼ全員でした。全員の感想でした。持っていただいた。で、今回の出張に関してはバッグ、こちらのショルダーバッグをすでに持ち歩いていたんですが、この中に入れるのにも、もうすごいちっちゃいからね、すごいちっちゃいので、ポンって入れて、簡単に入れて、他のアクセサリー類とか、必要なものを詰め込んで持っていくのが、すごく使い回しが良かったです。まあ、ただコンパクトさをアピールする上では、この35mm の RF レンズでの話になってしまうので、まあ、ちょっと微妙なところあるんですけどね、サイズ感に関しては。大阪の交流会の時にちょっと持ってきていただいた 50mm の RF レンズをつけたら、やっぱりね、こんなすごい大きなサイズ感になってしまいましたし、実際にはボディの小ささはあんま意味ないかなっていう状況もあったんですけれども、ただこの 35mm の RF レンズ、まあ、このクラスのものが他にも出てくればなんですが、そしたら EOS RP は本当に小型フルサイズミラーレス機って言って、ガンガン使いたい方がより増えるんじゃないかなと思います。どうしてもついて回るレンズ問題。で、オートフォーカスに関しては、前回ちょっと上げた動画で見ていただいた方がほとんどだと思うんですけれども、瞳オートフォーカスの精度もかなりいいですし、今回の出張ではあんまり瞳オートフォーカスが生きたなっていう撮影はなかったんですけど、あんま人撮ってませんので。ただ、スナップ撮影に関してはやっぱりいつものキャノンらしい十分速いオートフォーカスを持ってますので、撮りやすかったというところと、あとはちっちゃな変更点なんですけれども、ここを見ていただいてわかりますか、これ。1点のフォーカス、1点ポイントのフォーカスなんですが、これのスモール版というのを、よいしょ、ここか。ここでね、直接選べるようになったんですよ。で、これが R の時はどうかというと、はい、ここでですね、R の時はここでインフォボタンを押してサイズを切り替えるんですよ。大小のスポットフォーカス。1点フォーカスね。だったので、ちょっとね、そのオートフォーカスエリアをキュッとちっちゃい、ミニマムサイズにしようとしたとき、結構それ私使うんですけれども、切り替えが若干めんどくさいかなっていうのはあります。まあ、まあ言ってもそこまで気にすることじゃないんですけど、細かいちょっと変更点があるということで、スポット1点 AF っていうのにする切り替えが楽になったという話で、その代わり減ったものもありまして、RP の方はこのゾーンオートフォーカスという項目があるんですが、これ選択するとね、大きめの枠が出てきてくれて、その中でオートフォーカスを合わせてくれるってものなんですけれども、R の方にはそれに加えて、ラージゾーンの縦と横っていう、縦にね、オートフォーカスを重視するのか、横にするのかっていう選択ができたんですよ。ちょっと人によっては使えるポイントを絞ったオートフォーカスなんですが、これを RP は省きました。省いたんだよね。ないからね。このあたりも使い勝手には多少影響する人もいるかもしれないですね。だからスナップ撮影する人は意外と使うかもしれないね。私はこのラージゾーンの横パターンを使うことは結構ありました。使ってみました。まあ、実際こう横にね、動いていく被写体とかは撮りやすかったシーンもあったので、まあ、今回 RP にそれが入ってなかったのは、ちょっと寂しかったなっていう印象はあります。まあ、でも気づいた時に使うんですけど、使わない時は全く使わないのでいらないってはいらないが。で、次は操作性ですね。操作性に関してはコンパクトになった形で、
各種ボタンとか使い回しはどうなのかっていうところなんですが、そこはね非常に好印象です。まあ、ちょっとエクステンショングリップって言って下につけられるグリップがないと、重たいレンズつけた時はちょっとうんってなるかもしれないんですが、今回私は 35mm のレンズでほとんど撮ってましたので、そういった形ではこのサイズ感でも特に問題なかったです。で、各種ボタン類なんですが、まあ悪い言い方をちょっとしますとね、まあ多くのキャノンファンの方はまあそりゃそうだよねって言うと思うんですけれども、 EOS R の時に新しく付けた、結構大きく変えた操作システム、モードダイヤル、デジタル式ですね、ボタンを押して、モード変更する切り替え方法が RP は、はい、従来通りの分かりやすいモードダイヤル変更ダイヤルに変わったっていうところ、はい、それとここのマルチファンクションバー、こちらも、まあ、RP は省いてますので、まあ、いい意味でキヤノンが R で挑戦しようとして頑張った新操作システムをなくして従来通りのパターンに戻ったというところで、操作性はシンプルで分かりやすくなりました。今まで通りの EOS KISS とか EOS M などと同じような感じで気楽に使えるようになったんじゃないでしょうか。 R 使いの人はね微妙な気持ちなんですけどね、気に入ってますけど、まあなくてもよかったんじゃんっていうところに落ち着いた感じですね。どうなんだろう。だから操作性の面でちょっと言わせていただくと、 EOS R はマルチファンクションバーを利用したちょっと細かいカスタム、マニアックな設定をやりやすい機種だ。本当にカメラが好きで、自分カメラが好きでカスタムをいろいろいじってみたいとか、自分好みの使い方にしたいって方は EOS R はすごくいい便利な操作システム。まあただそこまでやらなくてもシンプルにいろいろ操作して分かりやすい形がいいっていう方は従来の操作性の EOS RP はがっちりハマると思います。まあエントリー機としての魅力は十分あるっていうことですよね。だからこの後発表してくれるはずの EOS R シリーズのフラグシップモデルはマルチファンクションバー入れてほしいなって個人的には思うんですけどね。入れてほしいですね。ちょっとパワーアップしたマルチファンクションバー。ちょっとみんなからいらないって言われそうだな。いらないって言われちゃうかな。そしたら R だけの特別仕様ということでね、プレミアム価値つくよね。はい、 RP の話いこう。はい、ファインダーの話、ファインダーの話になったら、まあちょっと当然ということも当然なんですけども、EOS RP ってドット数、液晶の細かさを表すような一つの単位ですけれども、それが236万ドットなんですよ。その代わりファインダーのサイズ、0.39 型のサイズでファインダー倍率が 0.7 倍。ちょっとねカメラをいつもスペックとかね見てない方には すごく分かりにくい表現なんですけど、噛み砕いて言うとファインダーのそのサイズ感、目でここでね覗いた時のサイズ感がちょっとちっちゃめなんですよ。それで236万ドット。で、私が愛用させてもらってる EOS R、 こちらは 0.5 型で369万ドット、ファインダー倍率が 0.76 倍。なので、見た時のファインダーの大きさが、まあ、単純に EOS RP より大きいんです。ということは、まあ、やはり見やすいんですね。すごく映像がファインダーを通して大きく見えますので。その代わり、そのファインダーのサイズを RP はちっちゃくしてる影響、おかげで、ドット数は下がっても、見てる被写体の鮮明さは、すごくきめ細やかで見やすいです。光学ファインダーを使ってるような感覚を EOS R と同じように感じられます。これも試していただいた方、みんな好印象で、あ、こんなによく見えるんだ。で、映像もすごい滑らかについてきてくれるので、まあ、これはすごくキヤノンうまく作ったなっていうことを言ってました。私もそれは同意見です。で、あとは暗いところでの撮影、まあ、夜の街スナップとか街撮りとかでも使えるんですけれども、キヤノンの EOS R が世界で最高だったんですよね、最高。低輝度、EV-6 っていうのを実現してたカメラで、EOS RP は少し性能を落として、EV-5 っていう性能になったんです。まあ、これも分かりやすく言うと、要は暗いところでも明るく見えるんですよ。ファインダー通して見た時に。まあ、今までの一眼レフカメラって、レンズ越しにファインダーから物が見えてるので、暗くなったらそれは暗いんですよ。もう見えないんですよ。ところが EOS R RP は、モニターが電子ビューファインダーなので、肉眼で見てほとんど見えないちょっと暗めなところも明るく見えるんです。見えちゃうんです。
まあ、それが F1.2 っていうすごい明るいレンズを使った場合は最大で EV-5、EV-6 っていうちょっと分かりやすい数字があるんですけれども、カメラ的に分かりやすい数字があるんですけれども、暗い場所を明るく見て撮影できる。で、オートフォーカス補助光っていうのを照射しないでもピントが合わせられるケースが多くなるというメリットがありまして、それがEOS R と RP 体感的にはほとんど感覚変わんなかったなっていうところがありますので、夜景スナップはめちゃくちゃ楽しくなります。私の動画を見てくださった方で EOS R を買ったっていう方が結構いらっしゃって、その方たちがよく言うのが、なんか夕景から夜景撮るのがすごく楽しくてやめられないって言ってる方がいました。それはすごく気持ちわかります。 EOS R 使い出してから暗くなってからの撮影がすごく楽しいんですよ。まあ、明るいとこでも楽しいですけどね。はい、といったところがファインダーのお話、感想です。EOS RP 十分ファインダーが見やすいです。はい、あとはバッテリーですね。バッテリーの件は、これはちょっとまあ、わかりやすく大阪で2日間使ってどう感じたかというところなんですが、少ないです。やっぱり少ないです。まあ、もちろんね、大きさね。EOS R の大きさと比べて、まあ、見たままのサイズ感。はい、見た感じ、こんな感じ、サイズ感。こちらがね、EOS R。こっちが RP。RP が LPE17 っていうのを使ってるんですけど、まあ、キャノンとしては EOS KISS とか、エントリー機のバッテリーサイズで合わせたくて、こちら選んだと思うんですが、使用してみて、まあ、EOS R と RP 同時に使ってしまうと、圧倒的に少ないなっていうのはもう感じざるを得ないんですね。実例で言うと、私1日目、京都、大阪、行った時にそれほど枚数取ってないんですよ。おそらくね、100枚取ってないんじゃないですかね。で、2日目交流会前にちょっと撮影して、歩き撮りしながら大阪駅から大阪城にね、歩きながらちょっとスナップ写真撮ってたんですけど、大阪城のそばの駅、なんていう名前でしたっけ、天満寺駅、あれだ、天満橋っていうのかな、天満橋駅あたりのスタバでちょっと休憩してるときに、EOS RP のバッテリーチェックしたら、もうメモリが1個しかなくて、充電をしなきゃいけない状態になってて、あー、やっぱりバッテリー持たないなっていう印象でした。ですので、EOS RP をこれから発売されますので、買いたいっていう方は、できれば予備バッテリー買っといた方がいいと思います。写真を趣味でやりたいって人ね、家族写真とか、そういった使い方で使うっていう方は、バッテリー1個にモバイルバッテリー充電器持っていけば、ホテルとか充電とか使ってない時に充電できるのでいいかと思うんですけれども、EOS RP って使いながらの充電は対応してないので、結局バッテリーがなくなっちゃったら充電できるまでは休ましとかなきゃいけないわけですよ。なので、写真撮りまくりたいって人はバッテリーは、まあ、もう一個あった方が間違いないと思います。一緒に買っといた方がいいと思います。はい、それがバッテリーの持ちに関してのちょっと自分自身の感想ですね。そこそこ撮る人は全然持たない。だからキャノンさんはエクステンショングリップ、あれ非常にいいものなんですけれども、できればバッテリー内蔵型のエクステンショングリップも作ってほしいんですよね。まあ、ちょっと値段上がっても仕方ないと思うんですよ。まあこれ、この本体買うのにね、お金出しちゃってるからね。だからせっかくいいEOS RP ありますので、バージョン2的な感じでエクステンショングリップのバッテリー内蔵型作っていただけるといいかと思います。後での発売でもいいんで、半年後ぐらいにね、出しますって言っていただいて、言ってください。強気ですけど、本当他の方もみんなそう言ってましたからね。はい、で、最後まとめなんですけれども、こちらの EOS RPどんな方が買うといいのかなっていうところなんですが、一つは、まあ、カメラに回す余裕がある、お金が余裕がある方、まあ、ちょっと無理できるかなっていう方がいらっしゃったら、EOS RP はすごくおすすめいたします。まあ、販売員目線なんですけれども、すごくおすすめできます。まあ、メリットとしては、操作がわかりやすい。これですね、各モードの役割とかこういったものもわかりやすく教えてくれますし、何より各種操作系がシンプルに作られてますので、あまり考えずに、まあそれこそ初めての方でしたら P モード、プログラムモードにして、ただシャッターを押してるだけで綺麗な写真撮れますので、わかりやすいってとこが一つのポイント。あとは大きさ。できればこの 35mm のマクロレンズ、一緒にセットのやつを買っていただいて、初めての方は。
これでマクロですから、お子様とかペットによっての撮影もできますし、アップで撮りたかったら、で旅行先でちょっと離れて撮影すれば、家族のバストアップ全体入った写真と風景を合わせて撮れるので、思い出作りをするのには最適な組み合わせになります。で、あとよくあるのが、お母さんとかお父さんが、じゃあ娘息子の写真をがっちり撮るぜって言って、一眼カメラ、一眼レフカメラを買うと、一番最初に困るところ、体育館とか夜の撮影、暗くなってきてしまうとファインダーでもよく見えませんし、ピントも合わせにくくなるんですね。それなので、じゃあ明るいレンズ買うしかない、でもすごい高いな明るいレンズみたいになってしまう。でも EOS RP なら、もちろん撮影の条件としては悪くなりますけれども、暗くなってもピント合わせがしやすい、本当に合わせやすいんですよ。暗くなった室内とか、ピントがかなり早く合ってくれるので、カメラ知らない方でも撮りやすい、失敗撮りが少なくなるというメリットがありますので、そういったところがいいかなって思います。ただエントリー機といっても価格が15万前後ですよね。レンズで合わせて買ったら本当に20万近くいってしまうと思いますので、まあちょっと無理して買おうかなっていう方、まあ余裕があるから買おうと思う方、様々いると思うんですが、その価格帯のクラスで考えるなら非常におすすめできるカメラです。これは私がちょっと仲良くさせていただいている、大手家電量販店の、店員さん、富士フィルムさんとかソニーさん扱ってる方も、あ、これは売れるカメラだねってお墨付きいただいたので、かなり伸びるんじゃないかなとは思ってます。なのでフルサイズミラーレス機で小型タイプ、そして安心して使えそうなものといったら、キャノンの EOS RP、個人的にすごくおすすめできる商品ですので、フルサイズミラーレス機欲しいけどどうしようかなと思ってる方いらっしゃったら、ぜひ、店頭に並び出したら実際触ってみて、気に入ったら購入してもいいんじゃないかなと思います。以上、今回は EOS RP を使ってみて、感じたことをそのまま話させていただいた動画になります。ちょっとね、私も本当はこれ言っちゃうとあれなんですけど、EOS R を使おうと決める前に EOS 6D Mark II と比較してたんですよ、値段の面で特に。だったので、その時に EOS R が同時発売だったら、同時だね、同時に発売してたとしたら、私おそらくコストの面で EOS RP 選んでたはずなんですよ。ということで、ちょっと若干悔しい感じがあるんですけどね。まあこれはでもしょうがない。この EOS RP が出るまでのね、約半年間の間に R でね、すごい撮影楽しませていただいてたんで、半年分の料金ということで納得しよう。はい、そういった形で今後も、RP は一回この後返してしまいますので、また改めて EOS R の話だったり、借りられればソニーさんの α7 シリーズとか、あとはこの間ちょっと触らせてもらってすごい良かったオリンパスの OMD EM1X、 このあたりもお借りできたら、いろいろちょっと使ってみたいなと思います。 EM1X ね、ほんと良かったんだよね。あれはやばいと思うんですよ。すごい話したいことがありますので、いろいろちょっとオリンパスさんよろしくお願いします。キヤノンの RP の動画で言うことじゃなかったか。はい、いろいろやってますので、動画の方、他の動画もちょっと覗いていただいて、気に入るようなとこがありましたらチャンネル登録の方もお願いいたします。カメラネタを中心に、いろんなガジェットの話とかもやっていきますので、興味があるものを見ていただければありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。はい、あとはちょっと告知なんですけれども、実際やるかわかりません。決定はしてません。CP プラスの方でもしかしたら、ポートレートのね、アート的なポートレートをよく撮られる、イルコさん、イルコさんのちょっとお手伝いをする可能性がありますので、機材的な面で、もしイルコさんとこに渦がいたら、あれ何渦お手伝いさんやってんのみたいな感じになって面白いと思いますので、そのね、YouTuber フォトグラファーを YouTuber が手伝うみたいな、そういうちょっと面白い絵があってもいいかなと思いました。以上。でも自分の撮影やりたいよね。うん、まあ、ちょっと迷ってんだよね。